Hello, welcome to my channel. It's AI. はい、皆さんこんにちは。いやーもうね、なんかすっかり暖かくなって、朝夜はまだねちょっと寒いですけど、私はもう家の中では半袖とか結構七分袖とかで過ごしていますが、まあ皆さんの地域がねどこかわかんないんですけど、皆さんはどうでしょうか。元気ですか。今日もコーヒーを飲んでますよ。ちなみに私はちゃんと健康に気を使ってノンシュガーなんですよ。大体ね、で外で、カフェとかで飲むときには変えてくれるところはソイラテにしてもらってます。健康的まあね、コーヒーはね美味しいんですけどね、ちょっと飲みすぎには注意ですね。1日2杯以上飲むときは2杯目以降はノンカフェインにしたりとかね、私はちょっと一応気をつけてますよ。はい、皆さん何が好きですか。はい、はい、ということでですね、今日も行きましょう。早速今日はハロープロジェクトのね話で行きたいんですけど、まあ、私はね結構動画内でももともとファンクが好きでしたとか、まあ、いろいろちょっとこう過去の話をちょこちょこしてるんですけど、私がそのハロープロジェクトの曲の中でいろんなこうジャンルの曲があるんですけど、まあ、一番その中でもこう好きになる曲ってちょっとこうダンスチューンだったりとか、ファンクの要素、ハウスの要素、まあ、ちょっとロックっぽい要素とかが入ってる曲で、ちょっとまあ割とアップテンポめの曲っていうのが私は好きになることがね多いんですね。はい、でハロプロの特に初期の頃は結構そのスンクさんのサウンドが割とそっち系って言われていて、でここ最近は割とこうつんくさんが EDM 系の曲とかを作ることも増えて、他の作詞家作曲家さんたちが割とねその従来のハロプロっぽい曲を作ることもなんか増えてきてるんですよね。この曲めちゃくちゃハロプロっぽいって思ったら、最近は割とつんくさんじゃないことが多くて、結構これファンの方に分かってもらえると思うんですけど、はい、ちなみにハロプロのそのファンク要素が強い J-POP の曲のことを、赤羽橋ファンクって言われています。ファンの間では今でも言われてるのかな、ちょっと前によく言われてた印象なんですけど、なんか由来、一応由来としてはハロープロジェクトの事務所がアップフロントなんですけど、アップフロントが赤羽橋駅の、もうすぐ近くにあるってことで赤羽橋ファンクって呼ばれだしたみたいですね。ということで、まあ、今日は私の、特に好きな赤羽橋ファンク系のそういうダンサブルなハロープロの曲を、いくつか紹介したいなと思ってます。はい、ちなみにダンサブルな曲といったら EDM 調の強い曲っていうのもハロプロにはいっぱいあるんですけど、今回はよりこうファンクとかディスコとかハウス寄りの曲を選びました。はい、そう、それで何の曲をねその中で紹介しようと思って、まあ、いくつか絞らなきゃいけないから5個ぐらいに絞ろうと思って、でいくつか最初書き出したらもう山のように出てくるんですよ。多すぎて、ていうかそれはそうですよね、20年以上の歴史がある事務所だから、グループだから、そうハロプロで縛っちゃうとめちゃくちゃ多くて、まあ、でもなんかグループで縛ってやるとまたねなんか何回も出さなきゃいけないしとか思って、はい、頑張って今回5個に絞りました。5選ですね。はい、なので、まあ、ファンの方はハロプロファンの方は私が数ある赤羽橋ファンク系の音楽の中からどの5曲を選んだのかっていう、まあ、絶対知ってる曲だと思うんですけど、どれを選んだのかっていうところに注目してほしいっていうのと、まあ、ハロプロの曲をそんなに知らない方はですね、ぜひ、結構私のチャンネルは洋楽が好きな方とかロックが好きな方とかもいっぱい見てくれてると思うので、なんかちょっとね引っかかる曲があれば嬉しいなと思って今日は紹介したいと思います。もし気になったらそうですね、ミュージックビデオ、そしてできればライブ映像なんかを見てもらえると嬉しいです。はい、では最初の曲はこちらです。ということでですね、
ジュースジュースのロマンスの途中、ジュースジュースのデビューシングルになります。イエーイ。2013年にリリースされた曲になっていて、で本当にもうデビュー曲として本当に素晴らしい。はい。でですね、この曲は作詞作曲がつんくさんなんですけど、つんくさんのライナーノーツっていうものがあるので、当時のつんくさんがね書いてるものですね。そこからちょっとこう長いんで少しだけ抜粋して紹介させてもらおうと思います。はい。今回書き下ろしのロマンスの途中はブラスサウンドが特徴のダンスナンバーです。クラシックディスコを最新式サウンドに変換させるとこうなるんだというのをテーマに仕上げていきました。ダンスも80年代ソウルではおなじみのスタンダードなダンスを上手に進化させ当時のフレーバーに仕上げてあります。ブラスのラインも大事なんですが、ギターのカッティングが渋すぎて鳥肌出まくりですってことで、はい。ギターは編曲家の鈴木俊介さんがこうギターを披露しているそうです。はい。まあね、ちょっと気になる方は続きもこのライナーノーツは残っているので検索してみてもらえればと思うんですけれど、もうほんとこれは曲が本当にいいんですねまあ全部今日紹介する曲はどれもいいんですけど。でね、この曲に関してはですね、実は作詞作曲家でハロプロに多くの楽曲を提供している星部翔さんっていう方がいるんですけど、その人が自身の YouTube チャンネル、星部翔の発見音楽塾っていうチャンネルでこの曲について、まああと他の曲についてもね、紹介してる動画があって、これハロプロナンバーワン型破りソングはこれっていう星部さんのこのチャンネル内で一番今のところ人気のある動画なんですけど、ここで詳しくどこがこの曲のすごいところかを紹介してくれてるんですね。面白いのでぜひ概要欄に貼っておくので見てほしいんですけど、すごくこれ短く言うと、とにかくセクション数がこの曲はめちゃくちゃ多いと、セクション数マシマシっていう表現をしてるんですけど、まあ、サビがあって、あと A メロ B メロとかってあるじゃないですか。それが ABCDE まであるんです。で、星部さんの解説によると、サビから始まって A、B、C、D、E メロ、サビでまた D メロで2番に行くっていう、すごいこのだからメロディーがもう次から次へと次々続々変わるわけなんですよ。いやこれはね本当に私もなんかコロコロメロディーが変わるのが面白いなぐらいは思っていたけど、この解説を聞くまでこんなにセクション数が多いとは考えもつかなかったですね。すごい面白い解説だったんですけど、はいはい。そしてミュージックビデオもぜひ注目してほしいですね。はい。さっきのライナーノーツでつんくさんが言ってたように、まあ、ダンスもポイントですし、デビューシングルのなんだろう、初々しさみたいなのがすごくありながらも、みんなのバランス、5人なんですけど、5人のバランスがもう非常に良くて、私はね前に動画でアイドルグループは少人数がいいみたいな動画を前に1回出したことがあるんですけど、その時に4人組もいいんだけど、私はセンターがいる5人組がより好きですっていうお話をしたんですね、確か。でこの初期のジュースジュースはもうまさにセンターがいるっていうことがすごくよく作用していて、まあ、私の大々推しメンの宮本かりんちゃんさん様なんですけど継承多すぎてよくわかんない。そうそう、宮本かりんちゃんなんですけど、そうセンターとしてのなんだろう、輝きがまず1曲目から、はい、デビュー曲から半端ない、プラス他の4人もすごく個性があるんですけど、すごく歌が上手かったりとか、もうすごいいい声をしてたりとか、すごく美人さんだったりとか、すごい柔らかい雰囲気持ってたりとかするんですけど、一人一人なんかその感じがちゃんとね、他のメンバーにもしっかりクローズアップをされて、デビュー曲としてなんかすごくいいなっていう印象がありました。はい、ぜひ聴いてみてください。はい、続いての曲がこちらです。モーニング娘。16のですね、歌方サタデーナイトでした。
はい、もうこの曲はもうファンの間でもすごく人気で、2016年の、ハロプロ楽曲大賞っていうあのファンの人が投票するやつの楽曲部門で1位だったんですけど、もうね私も大好きで、もっとこう世間的にもすごい売れて、もっと売れていいんじゃないかってこの曲に関しては思ったのを覚えてますね。はい、なんか黄金期のモーニング娘。も彷彿とさせるような、かなり底抜けに明るくて踊れるぜって感じの曲なんですけど、もう超おすすめです。私は本当にこの曲リリースされた時がモーニング娘。の曲を一番毎日同じ曲を聴いてたのはこの曲かもしれないですね。はい、でこの曲は赤い公園っていうガールズバンドの、ギタリストの、角さんが作詞作曲をしてくれた曲ですね。はい、もうとにかくハッピー感があって、でこの曲はあのモーニング娘。の鈴木かのんちゃんっていう子のラストシングルだったんですよ。だからそのラストってことで結構かのんちゃんがこうフィーチャリングされてる曲なんですけど、鈴木かのんちゃん自身がすごくこう明るい感じ、明るいね雰囲気の子だったので、なんかラストにそのこういう曲を持ってきてくれたこともすごく嬉しいですし、 MV もめちゃくちゃいいんですよ。もう衣装とかも決しておしゃれじゃないんですけど、こういうカラフルなね感じでこの曲にすごくぴったりで、はい、あのセットもすごく明るくて私は大好きですね。このミュージックビデオのセット含め演出全部好きです。はい、で注目してほしいのがラスト58秒の演出をぜひ注目してください。まあ、なんで58秒かっていうのは、まあ、ミュージックビデオを見ればわかるのでぜひ見てみてください。はい、続いての曲はこちらです。46億年ラブです。どっちだろう。はい、ですね、これはあの作詞家が児玉雨子さんって私大好きな作詞家の方なんですけど、で作曲が林田健二さんですね。いや、この曲も本当になんかディスコ感がすごい、これはディスコ感がすごい、もうすごい楽しくってハッピーな曲で、メロディーはもちろんなんですけど私は結構歌詞が好きなんですね。一言で言うと歌詞にもあるんですけど、結局はラブでしょっていう、はい、ことを言いたい曲なんですけど、なんか私が特に好きなのはですね、もしも争いのない未来、誰かが耐えてたら意味ないっていう歌詞があるんですけど、めちゃくちゃいい歌詞だなって。でミュージックビデオの見どころはもうみんなのキラッキラの笑顔ですね。心からの笑顔とダンス、はい、もうダンス面ばっかりなんでアンジュルムはダンスがね常に見どころなんですけど、なんか一点だけ私このミュージックビデオにあのネガティブポイントをね挙げるとしたら、みんなの衣装と背景の色がちょっと似すぎてる。はい、これはねちょっとハロプロによく起きがちな問題。同化しちゃうよっていうね、はい、ぐらいですかね。もう最高です。あとはあのあやちょ、スマイレージ時代からずっとアンジュルムのリーダーをやってくれた初期メンバーのあやちょが、卒業する少し前の曲なんですけど、この後、新メンバー2人入ってきてあやちょ卒業する前のこの10人体制が、ですね、なんて言ったらいいかな、もうその時の本当に最強の一回形ができた時だと思うんですよね。なんか常に最新が最強なのは変わりないんですけど、アンジュルムって本当結構ねアンジュルムも歴史が長くて、なんかスマイル時代があってアンジュルムの時代の中で第1章第2章っていうのをもし作るとしたら、この曲はその第1章の終わりぐらいの集大成ぐらいの曲だと思ってもらえばいいと思います。だからすごく完成度高いし、メンバーの、メンバーの10人のバランスとか、まあ、歌唱力とかダンスのパフォーマンス力 もう最高潮だった時の曲なので、まあそうですね、あの見てください。結局はラブでしょう。はい、続いての曲はこちらです。
ジュースジュースのシングル「Keep on 上昇志向」です。はい、2016年に、リリースされた曲で、この曲はですね、私の大好きなヒャダインさんが作詞作曲をしています。もうほんと型破りな曲作りで有名なあのヒャダインさんですね。はい、で編曲をダンスマンさんがしているという、もうね、あの自分的に本当に神コラボ神コラボであり、めちゃくちゃ面白いディスコサウンド、はい、ファンクディスコに仕上がっています。はい、そうですね、この曲はもうイントロからめちゃくちゃかっこよく始まって、キーポーンデ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 ン、もうずっとノリノリで聴けますね。はい、もうめちゃくちゃいい曲、多分メロディーが皆さんもね好きになると思うんですけど、あのね、しかも本当に歌詞が本当に良くて、本当にやる気を出させてくれるし、なんか落ち込んでるというか、ちょっとこうモチベーションが下がってる時にこの曲を聴くと、なんかモチベーションを取り戻せますね。はい、まあ、なんか人生は一回きりなんだから、もうどんどんやってこうぜみたいなね気持ちになります。はい、あとミュージックビデオはね、あの見どころはなんといってもダンスですね。これこう80年代っぽいダンスというか、結構マイケルのあのダンス、有名な振り付けをこう結構オマージュしてるところがあるんですよ。マイケルをオマージュしてるところがいっぱいあります。はい、あのこう前に倒、私できないですけど、こうなんか前に倒れるっぽいダンスあるじゃないですか、マイケルのこのこうやって前傾姿勢になるやつ、あれとかもオマージュしてたりして、結構ねそういうところも見どころで、はい、可愛いですねみんな。はい、では最後はこちらの曲です。青春ライフ落ち込んでちゃう、そんなのもったいないでしょ、青春ライフどうかしてる暇もないの、そんなこと全然わかってる。ボンボン、はい、モーニング娘。ワンナインの青春ナイト、この曲もつんくさんの作詞作曲で、つんくさんのライナーノーツがあるので、ちょっとまた一部抜粋してみたいと思います。はい、ですね、青春ナイトはファンクな要素を取り入れたディスコサウンド、 A メロ B メロと単調で渋い雰囲気でクール感を演出し、サビでガラッとセクシーながらも華や爽やかか爽やかに様変わりをさせることで曲の幅を持たせますとのことですね。はい、でこの曲でつんくさんが言いたいことは、落ち込んでる時間自体がもったいないってことって言ってます。はい、ちょっとね全部紹介しきれないんですけど、このねライナーノートすごく面白いので、なんかこうつんくさんの曲、ちょっとこの曲いいなって思ったのがあったらね、ぜひねライナーノーツを覗いてもらいたいなと思います。はい、うん、やっぱりね作った本人、曲作った本人のこう解説が一番面白いですしね。あとねつんくさんはやっぱりねメンバーに対する愛もすごいんですよ。今もう楽曲提供だけで、そのプロデューサーではないんですよね、数年前から。なのでその関わってる子、関わってない子っているんですけど、例えばモーニング娘。だと福村瑞希ちゃんとか石田ゆみちゃんとか小田さくらちゃんとかはつんくさんがあのオーディションからね関わっているんですけど、そういう子に対しては今でも離れてもすごいこうずっと気にしてるし、なんか愛情がすごいなっていうのが伝わってきます。いいなって思いますね。はい、でつんくさんがこう渋い雰囲気って言っていた、単調で渋い雰囲気って言った A メロ B メロなんですけど、なんか結構私はこの曲のテレレレレレテレレテっていうあのテンポの何メロディーがたまに入ってくるのがすごく好き で、はい、で確かにサビでパーンとこう爽やかな雰囲気になりますね。これもなんかなんだろう、みんなの気持ちを押し上げてくれるような歌詞、なんか落ち込んでったってそんなのもったいないでしょみたいな、そう、あと印象的な歌詞が私の人生エンジョイっていう歌詞が何回もねこの歌詞出てくるんですけど、もう聞けば聞くほどそれがなんかこう中毒のように体に染み渡ってきて、めちゃくちゃハッピーになれますので、これもぜひ聴いてみてほしい。そして MV ですね、ミュージックビデオで注目してほしいポイントは、もうなんといってもこの曲はね森と千咲ちゃん
フィーチャーもうね、森と千咲ちゃんを見てください。はい、まあ、全員見てほしいですけどたまにあのハロプロってこう新メンバーをね特にねフィーチャリングすることがあるんですよ、シングルで。はい、でこの曲は当時ねあの一番新しいメンバーだった森と千咲ちゃんが一番フィーチャーされていて、まあ、あとはその前の13期メンバーも割とフィーチャーされてるんですけど、森と千咲ちゃんが割とこう主人公みたいな感じであの進んでいくんですが、あのねめちゃくちゃ可愛いんですよダンスもすごくうまい子で、はい、ダンスでも有名なんですけど、とにかく可愛いのであの本当に可愛いんですよ何度言うねんもうね、森と千咲ちゃんを、まあ、初見の方でも見てこの子可愛くな、あんま可愛くないなって思う子がいたら私は逆に弟子入りをしたいっていうぐらいですね。はい、ぜひ見てみてください。あと言い忘れてた、この曲はみんなのラップも最高です。ラップパートもぜひ注目してみてください。はい、ということでね、いろいろ紹介してきましたが、一応全部の曲ミュージックビデオがあるので概要欄に貼っておくので、ぜひ気になった方ミュージックビデオを見ちゃってください。そしてですね、まあミュージックビデオもちろん見てほしいんですけど、あの私の応援してるグループってハロプロじゃなくても割とそうなんですけど、結構ミュージックビデオの音源よりもライブの方が良かったりするんですよね。なんか不思議なんですけど、まあ、パフォーマンスっていう面でもそうなんですけど、歌自体もライブの生歌の方が何音源よりも上手くなってたりするんですよ。怖いですね。はい、そういうこともあるのであのぜひこの曲いいじゃんって思ってくれた方はライブ映像もねあのたくさん YouTube にたくさんありますので探してみてもらえると嬉しいです。はい、ということで、もう山のようにあるハロプロのファンクっぽい曲の中から今回は頑張って5個選び抜きました。私の特に好きな曲ってことです。はい、はい、どうだったでしょうか。まあやっぱりねあの、うん、メロディーとか歌詞とかでこう気分をね上げてくれる曲がやっぱりなんだかんだ好きなんだなって思いますし、ちょっとこう乗れるようなサウンドは常にね体が欲してるってことですね。はい、なんかまたねこう何かちょっとテーマを決めて曲紹介をする回をもしかしたらまた後日やることがあるかもしれません。はい、はい、今ねこのコロナ禍も本当いつまで続くんだよっていう、せっかく暖かくなってきたのにっていうね感じだと思うんですけど、まあ、こういうお家の中でもねノリノリな曲を聴いて盛り上がっていきましょう。はい、では今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひお願いします。はい、また次の動画でお会いしましょう。 Have a good day. See you.